プレイ圏はタイ、北部の県の一つ。パヤオ県、ナーン県、ウッタラディット県、スコータイ県、ラムパーン県と接する。プレイ圏の歴史は、モン族のハリプンチャイ王国まで遡り、後のラーンナータイ王国時代の四百四十三年に遡るとされる。その後、最初にプレイの名前が登場する歴史的碑文が、ラームカム平野大王碑文で、同じ頃には、 都市国家として成立していたと考えられている。この王国は、ティローカラー島がナーゴを侵攻するに際し、併合された。その後、ランナーの派遣下に置かれた後に、ビルマに併合されたが、1767年、トンブリーオータークシンのもと、プレイの国主、パヤーマンチャイは、遅延前で、ビルマに反旗を翻したチャーバーンに合流し、ビルマと戦った。その後もプレーは、 シャムの中央政府に基準し、19世紀後半の領土拡大政策であるシエントゥン戦役でもプレイは一翼担うことになる。1891年、統治制度が変わり、プレイは県となった。プレイは読む側が形成した大地に位置する。検証検証は、プラターと長兵が馬の上に乗っているところがデザインされている。県木、県下は、 インドチンチャンである。プレイ県は8の郡に分かれ、その下に78の町、645の村がある。プレイ県の郡ムワンプレイ軍、ローンクワーン郡ローン郡、スーンメーン郡、デンチャイ郡ソーン軍、ワンチン郡、ノーンムワンカイ郡。ありがとうございます。